とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は装備の説明書をやっていきたいと思います。今日紹介する装備は、これ。闘志の締め具ですね。闘志の締め具は、ガントレットのユニーク装備となっております。ガントレットは、ちょっと多くって、ソウルフィスト。そして、マウラーズ。そして、闘志の締め具。3種類あるので、出にくいです。2つしかないユニーク装備に比べて、アイテムが出にくいので、結構レアな装備となっておりますね。で、発売から、半年、もしくは1年ないぐらいかな、は、この闘志の締め具が、最強装備だと言われておりました。俺もね、すっごい使ってた。めちゃくちゃお世話になった装備ですね。で、ユニークスキルが打撃が加速するというやつですね。これが結構特殊なやつで、他の装備にはない、これ独自のスキルとなっております。まあ、攻撃速度がものすごく速いということですね。で、攻撃速度は、最速なんですけども、攻撃範囲は一番短いです。攻撃範囲はものすごく短いので、そこは注意が必要ですね。そして、闘志の締め具に合う回復エンチャントですけども、輝き、この一択だと思います。リフレッシュと吸血、これもね、使ってはみたんだけども、ちょっといまいちなんですよね。やっぱり、この武器には輝きが合う、パーセンテージで発動するっていうエンチャント、これとの相性が抜群なんですよ。なので、輝き一択でいいと思います。続いて、補助エンチャントですね。補助エンチャントも、いろいろとね、入れて試してみたんですけども、大体合いません。重力もいいかなと思って、重力を入れてやってみたんだけども、まあ、敵は集めるんだけども、攻撃範囲が短すぎるので、集めたところでそんなに倒せないので、補助エンチャントは、ガードストライクぐらいかな入れていいのは。ガードストライクは、まあ、最悪入れてもいいと思います。まあ、基本的には、補助エンチャントは、なしでいいです。もうすべて、輝き、そして3枠は、攻撃系に回した方が強くなれます。そして、おすすめの攻撃エンチャントに行きましょう。おすすめの攻撃エンチャント、絶対入れた方がいいのは、2つあります。旋風と、衝撃波。ですね。攻撃速度がとにかく速いので、旋風と衝撃波がバンバン出ます。もう、これのダメージだけで倒していく感じになりますので、旋風衝撃波、これは絶対に入れるようにしてください。そして、先ほども言いましたけども、パーセンテージで発動するエンチャントと相性がいいです。なので、クリティカル、そして一番おすすめなのは、雷ですね。雷入れてみるとかなり強いのでやってみてください。まあ、最悪毒の雲でも、いや、毒の雲は良くないかな。あれはもともとダメージが低いので、入れない方がいいかな。まあ、とにかく、クリティカル、雷、相性いいです。まあ、追い打ちでも、まあ、全然大丈夫だと思いますけどね。追い打ち虚無。そのあたりでも、まあ、大丈夫だとは思います。そして、入れてはいけないエンチャントあるんですよ。それが、痛みサイクルですね。この攻撃速度で、痛みのダメージを受けると、HP がゴリゴリ減ります。ウィザーアーマーをつけたとしても、スパイダーアーマーもか、その2つをつけたとしても、HP がもうゴリゴリ減るので、痛みは絶対に入れない方がいいですし、まあ、5倍ダメージになったとしても、元々のダメージが低いので、そんなに期待はできません。そして、もう2つ、おすすめじゃないエンチャントがあります。アーティファクトシナジー、そしてダイナモですね。この2つもおすすめできません。元々ぴょんぴょんして戦うタイプじゃないので、足を止めて、そのままガチで殴り合うやつなので、アーティファクトシナジー、ダイナモ、これとの相性も良くありません。
あと、エーリとアンチャンティング。これもね、相性良くないです。エーリは、まあ、元々の攻撃力が低いので、30% 攻撃力が上がったところで、そんなにダメージは増えません。エーリは入れない方がいいです。で、アンチャンティング。アンチャンティングも、元々旋風と衝撃波で大体ダメージを稼ぐやつなので、アンチャンティングがほぼほぼ意味がありません。入れない方がいいと思います。そして、最後に、この闘志のシメグの一番の理想だと思うエンチャントセットが、輝き、そして旋風衝撃波、雷ですね。その4つが、一番の理想だと思います。はい、ということで今日は闘志のシメグの説明をしていきました。発売当初、ものすごいこれは強い武器だったんですけども、まあ今でもまだまだ使っていける装備だと思います。ゲットしてみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。